ございます。おはようございます。ちょっと今日から、はい、ドームまで、はい、まあ、できる限り皆さんも、やだ恥ずかしい、恥ずかしい、おはようございます、よろしくお願いします。あ、じゃあちょっと今日から、はい、しばらくまた行ける現場はちょっと行かせていただきたいなと思って。あ、お願いします。なんか聞きました、密着みたいな、ええ、今日からよろしくお願いします。5月22日、23日に控えたももクロ10周年のアニバーサリー東京ドーム公演、およそ1ヶ月後に迫ったライブ本番までの私たちの日常をお届けすべく、いろんなところにカメラが潜入しちゃいます。そろそろクローズのお時間です。何どうしたの、ちょっと急にこんな感じで、こんな感じで、これをもう6年ぐらいやってるんです。熱海旅行、収録の合間カメラに向かい世間話をするレニちゃん、他に気合ってきたよ。実は10周年を迎えるにあたってこの日の前日スタッフさんからこんなお願いが。そこで降りてお願いがありまして、日記を、あ、出た出た、交換日記だ、はい、本当なんだ、本当なの、本当なんだ。もう聞いてました。いや、なんとなく、なんとなく聞いて、まさか本当だと思わなかった。メンバー内でってことですか、そういうことです、交換日記、はい、めっちゃ恥ずかしい。10周年のカウントダウンが始まるにつれて生まれてくる心境の変化などを綴ってほしいということで、メンバー間で交換日記をやることになりました。でもこういうの苦手だな私。ラジオの収録後、レギュラー番組ももクロちゃんの収録現場へ。この日は番組ではもうすっかりおなじみの東京ゼロさん飯塚さんと一緒でした。収録後、10周年を迎える私たちに向けて飯塚さんがメッセージをくれました。これがね、ないんですよ、大人になったなって。いや、まあ、収録でしか絡みませんから、基本は変わらずその無邪気というか、逆にそこがすごいなと思って、変になんかこう疲れたりとかちょっと休みたいとか、なんかそういうやさぐれた感じとか全くないから、とりあえず10周年もおめでとうございますと思いますし、でこっからが長いというか、多分4人でどうなっていくんだろうってすげえ楽しみですね。化け物4人ですからそのまま大人になっていくのかなとか、すごく近くで見させていただいて楽しみにしてます。変わらずに、ずっとこのままいてほしいですけどね。ありがとうサトシ。ダイヤモンド、リハーサル初日、いよいよ東京ドームへ向けて動き出しました。まず演出の佐々木さんからライブのプラン説明が行われました。今回の目玉はデイワンでスペシャルメドレーを披露、客席の上を移動しちゃうムービングステージを設置、2人用のフロート1台につき2機のテレスコタワーを設置、これはももクロでは初の試み。説明が終わりダンスレッスンへ。ところが、じゃあ自分で了承得てよ、ゆみちゃんに。これでレッスンしてもいいですか？これでレッスンしてもいいですか？せーの。これは完全にレニの巻き添えです。私、まずはムービングステージ上で披露するこの曲のリハーサルから。今回のムービングステージの床面は透明なため下が丸見え、そこで私たちなりに何ができるかを模索しました。4ポジ10時間、やっぱ1回はあれしよう、こうやって滑ってるよね、下に。ちょっとやってみたいやつ、それみんなでダーッつって、わーって欲しい、よいしょよいしょ、やーだなー。
できない。やるか。急に分かった、そうしよう。腕立てしてしだす。やばい、腕立てやばい。ということでチャイマックス中にムービングステージ上で腕立て伏せをすることに決定。でき下から。しかも不細工なんです。しかも息部からさ顔をレミちゃんここでやってる。腕立てして、ブスかもしれないよ。あ、ブスじゃない。すごい不細工。そんなわけないよね。そんなわけないから。ちょっと不細工なわけない。そんなわけない、絶対ないよ。足開いて、いくよ。ムス、目がバチバチして、ムスムスやめた方がいいかも。すみません、下からの絵はあの日だけの思い出ということで。余計な発案しちゃったと後悔したのはここだけの話。続いて新たに生まれ変わったこの Z 伝説の完走中の扇に変わる組体操をみんなで考えました。この時でマイク置いてるっけ。まだ持ってる持ってる。なんかやり始めた。でも17近いからだ。おいおいよ、いけいけいけ。どうやってやってんの。そうか、そうだね。くだらないな。くだらないな。くだらないな。あ、それでもうるせえって言われた。大丈夫です。あり、大丈夫です。あり、もう一回お願いします。大丈夫です。ふっ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 。ふざけているように見えますが、実はこの振り付けができるまでなんと3日間の日にちが費やされているのです。バカバカしいことを真剣にやる、それが私たち。海の苦しみというやつですね。さあここで皆さんお待ちかね、私たちの交換日記をご紹介。5月2日水曜日、担当高木れに。今日から交換日記スタート。何年ぶりかな。ぶり。15年ぶりとか。今日はブーチョキパーティーの収録だったね。毎回癒されるよ。あのね、聞いて、収録中にね、子供にレイニーれにちゃんが今日は雨を降らせちゃうかもよって言ったら、本当に夕方降ったんだよ。とっても嬉しかった。あとね、帰り道寄り道してハンバーガー食べたよ。でもなんかもうお腹空いてきたな。5月3日木曜日、担当玉井しおり。今日は1日ラジオ収録とももクロちゃんの収録だったね。ももクロちゃんのカルタ対決楽しかった。かなこがゲットした1万円でみんなで焼肉行こう。その後のラジオの収録でレニちゃんと山田うどんを食べてお腹いっぱいで、お家に帰ったらそのままバタンキュー。1時ぐらいまでソファーで寝てた。寝落ちって気持ちいいよね。明日はリハーサル頑張ろう。ネクストアーリン。5月4日金曜日、あーちゃん。今日からリハーサル始まったね。最近のリハはつめつめだったから1ヶ月でもちょっと早めに始まったなって感じがするね。笑い。でも10周年だからちゃんとリハしたかったからよかった。メドレーやばかったね。長かった。かっこ笑い。でも前からやってみたいねって話に出てたからやっと実現したってところまで書いてたんだけど、私そびれてた。あーちゃんは今からボイトレです。みんなはラジオ頑張ってね。今日も一日頑張ろう。しりとりコーナー、たこ焼き。かなこちゃん、木から続けてね。かっこ笑い。ネクストかなこちゃん。5月7日、東京スカイツリーがももクロカラーに染まる企画の点灯式。
5月8日はラジオのレギュラー収録、そして読売ジャイアンツとのコラボグッズを紹介する現場など嬉しい体験をいっぱいしてきました。おはようございます。ピンク、じゃあ今日デモンストレーションですね、振り付けをお願いします。レンカさんです。よろしくお願いします。まずデモンストレーションがどんな振り付けになったか頭から見せてもらいます。新しい振り付けを覚えていこうという最中、こんな昔話に発展しました。あそこ出会った時じゃあ10代だった。レンちゃんは卒業したけど19か20歳ぐらい、国立の前だったね。あ、じゃあ私19だ。あれ今度19だった。そうそう、私あのここまで10代で国立なんです。あ、でもなんかちょっとやっぱり大人っぽくなったな。変わんないけど若いままなんだけど、大人っぽくなって綺麗になるね。かなこちゃん褒められて有頂天です。2時からボリパンの、はい、ボリパン、ボリパン、ボリパン、あーちゃんの曲が始まるよ。この日は続けてゴリラパンチの振り入れもありました。東京ドームを契機にアーリンがメインとなる曲に生まれ変わるのです。前のやつを見て作るんですか。ちょっとゆみちゃんに相談するんで、2、3回見たかな。ただなんかゴリラとかパンダってもうこれからじゃないですかね。これなんかゴリラの動画とかめちゃくちゃやってるんですよ。この日は桃色つるべの収録、わざわざ大阪までカメラが来てくれました。すごい、大阪にまで、ありがとうございます。あのうちの10周年のカメラです。すいません、密着で入ってます。密着で入ってます。10年で形ができて、それでまだこれから躍進せなあかん。10年なんだ。鶴見さんは何年ですか。46年。いやーせやけど46年でもやっぱりそこで終わるわけないの。そっからまだちょっとロケット発射行かなあかんねんから。へぇ、わかんで、何くしゃみしてるの。今いい話だったよ。めちゃくちゃいい話。鶴瓶さん、貴重なお言葉ありがとうございます。うちの玉井がすみません。家族でお世話になっている。そう、お父さんはメイクで、お母さんは私たちが結成前からダンスレッスンをしてくれてた先生で、娘ののんちゃんもダンスを教えてくれたりしてるのんちゃんです。あ、のんちゃんの結婚式。あ、お母さん。マグロ英語で何だったっけかな。おにぎりサラダ。チーズキー。チーズキー。なんかさ、あの見た目でつまんなくない。さあここで再び私たちの交換日記紹介をどうぞ。5月9日水曜日、担当桃田。ついに回ってきた。交換日記とか本当にいつぶり。何書いたらいいかわかんないね。今日も一緒にいたね。みんなでお昼ご飯食べたね。タマさんまた納豆食べてたね。アーリン、チンジャオロースのお弁当あと残り1個だよって教えてくれてありがとう。レニーちゃん、明日もよろしくね。みんな、明日もよろしくね。私は今からお風呂に入るよ。昨日買った聞き湯入れて入る。みんなもゆっくりできてますように。 PS1 ページ目の名前のとこ書いとくね。わら、ネクスト、レニちゃん。5月10日木曜日、担当レニちゃん。今日も一日お疲れちゃんだよ。すごく寒かったな。もう5月の半ばなのにね。今日は桃色つるべの収録で大阪行ったね。大阪までの移動時間すごく好きなの。行きはね、爆睡してた。で、帰りはお話とか心理テストに夢中になって寝るの忘れてた。帰りに食べたたこ焼き美味しかったね。高木わさび味と塩味が好きだった。めちゃうま。で、その後東京帰ってきてから東京ドームの素材撮りしたね。あと12日で本番か。あっという間だよね。よー、そうだよー。絶対いいライブになるよね。明日はリハだ。頑張ろう。
頑張ろう。今日はもう寝るね。今日も一日ありがとう。おやすみんみんゼミ。しりとり猫にゃん、ネクストしーちゃん。5月13日日曜日、担当玉井です。2週目回ってきた。レニちゃんから受け取ったの忘れてて、カバンの中に放置してあった綿棒。今日は母の日だったね。みんな何かしたの？私は毎年今年こそはって思うんだけど、準備できないで終わっちゃう。いつもありがとうって抱きついといた、わら。今日もレッスンお疲れ様。本番まであと10日切りました。ドキドキ。まだ覚えることたくさんだけど頑張ろうね。明日もみんなでご飯食べようね、笑い。しりとりコアラ、ネクストあーちゃん。ね、でもさ、ここじゃないのにすごいよね。おはようございます。おはようございます。すごい。あ、え、ちゃんとダイヤモンドもある。ダイヤモンド、すごい。うわ、できてる。かっこよくないですか。すごい、めっちゃかっこいい。かっこよい。あ、うちのライブじゃないみたいだね。ね。この日から3日間は本番で使用するムービングステージを実際に設置し、リハーサルを行います。おはようございます。おはようございます。ね、思ったより大きい。こちらが客席の上を移動するムービングステージ。うわ、見えた。すごい、すごい。怖いかも。あ、すごい。ちょっと怖いかも。来た、これだ。怖い、怖い、ちょっと怖いかも。リハーサル初日に決定したチャイマックスの腕立て伏せにも挑戦。ちゃんと伝わるのかちょっと心配。そして本番と同様の環境で行われるリハーサル、ゲネプロがいよいよスタートします。まずは気候ものとかも初めてのものもあったりするので、安全第一で、身を引き締めて頑張りたいと思います。気を引き締めて、気を引き締めて、気を引き締めて頑張りたいと思います。一生懸命頑張りましょう。よろしくお願いします。やるか楽しみだな、本番今宵。いや、10周年ありがとう。きっといいこと言ってくれるんだろうね。やっぱ10周年ありがとうじゃない、これは。ちょっと英語してみようかな。 Thank you for anniversary. Thank you for anniversary. Thank you for anniversary. はい、行きます。今やってみる。今やってみるって言い方。終わりました、送ります。忘れそう。Thank you for みんなだけ。良かったじゃないですかね、やっぱり。 あとは会場の雰囲気と、もうちょっとなんかちょっとカッコつけちゃってたんで、もうちょっとなんか心からの Thank you っていう気持ちをにじみ出たもんね。そうそうそう、出してほしいなって思いました。良かったよ、テンスアニバーサリー。マジでカッコよく決めようと思って、そしたら思った以上になんかああいう声が出ちゃって、あれこれじゃないのみたいな。結構マジでカッコよく行こうと思ったよ。もうちょっとなんかうわこいつカッコいいみたいな感じを狙ってたんですよ。いや大丈夫、あとね8日ぐらいあるから、ちょっと気持ち作って。Thank you. Thank you. 本番は絶対言わないで。Thank you. 本番は言わないで。アニバーサリー。本番はやばい。あそこでドッカンってなったらどうする？フリでしょ。あそこでドッカン欲しいよね。欲しい欲しい。欲しい。だから足腰張りのなんだよ。足腰張りのドッカンを送ってる。10周年だよ。やだ。はいか。まず昨日の夜は。昨日の夜とか、はい、今日とかなんかメンバー同士で、あ、昨日の夜中の12時にみんなで連絡しました。おめでとうって。今日結成日だから
やり取りがあったわけですね。あったよね、昨日の夜中の12時にね。うん、うん、おめでとうって、お誕生日みたいな感じで。そう、10周年おめでとう。みんなスタッフさんとかもみんなね、バーって言ってくれたよね。リアルな10周年当日を迎えても、お祝いムードを切り替えての実践リハーサル。ゲネプロが進む中、ステージ裏では何かがこっそりと運び込まれていました。そうです、私たちに内緒でスタッフさんが結成10周年記念のサプライズ会を用意してくれていたのです。ゲネプロを終え、再びステージに戻っていく私たちの身に思いもよらない出来事が待ち受けていました。メドルの2ですね、メドル2、これがフロートがいろいろ動くので、これ本当現地で一回しっかりやってることで、あとでその歌い、ゲネプロを受けて上がった課題点を整理していると、あと名前何かありました？大丈夫そうですかね。明日また、待って、絶対ミスだったのに。私もミスだと思った。やっちゃったと思ったよね。やっちゃったと思った。何大黒、なんだよ、10周年おめでとう。なんだよ大黒、なんだよ、おめでとう。何もう歌い出した、歌い出した。メッセージを歌ってね、歌って、やばい、待って、愛愛のあ、緊張するねこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、どうした？天使のようなその頬を笑みに、時は立ち止まる。これはコロシー君の結構きつく。10周年なんか言い出したよ。本当におめでとう。だけどこの際だから、だから、すいません間違えちゃいました。ずっと言いたかったことがあるんだ。何？今からそれを言うよ。美しい人生よ。はい、スタッフもこけて、はい、浩平くんスタート。佐々木さんからの愛のメモリーに乗せた祝福の他に、ダウンタウンももクロバンドから生演奏のプレゼントもありました。全く気づかなかったですか？気づかなかったよ。絶対あの普通に愛のメモリーミスだと思う。出ちゃった。古谷直樹が流しちゃったのかと思った。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。ございます。これからもよろしくお願いします。私たちは幸せ者です。スタッフの皆さんありがとうございました。リアルな10周年を迎えた翌日からも、私たちはみんなにお祝いしてもらった余韻に浸りながら東京ドーム公演に向けて進んでいきました。セットカード、これぴったりじゃないほら。
5月20日深夜0時いよいよ東京ドームのステージ設営がスタート。実に1000人近いスタッフの手によって丸1日かけてセットが組み上げられていきます。そしてついにその日がやってきました。おはようございます。やばい、ドキドキする。おはようございます。おはようございます。おはようございます。東京ドームで初めてのリハーサル。まずはムービングステージを使ってメドレーの確認。次はフロートの確認。フロートにテレスコタワーがついたのは初めてなので入念にチェックを行います。最後はオープニングで行うダンスパフォーマンスのリハーサル。自分で言うのもなんですが、このダンスがかっこいいんだよな。ではこれでリハーサルすべて取りたいと思います。10周年、まずデイワンです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、10周年ライブ当日になりました。この間この帰りでたくさんの人に会いました。本番ですね。なんかどんなステージになったらいいなと思って。楽しいライブにしたいね。でも本当いたって普通。なんかどうしよう。さ、10周年ってあの重みがあるんだけど、なんかいつものライブと同じ感じじゃない。そんな気負いもなく。そうだから。でもドキドキする。やっぱオープニングドキドキするわ。やっぱ。ね。ダンスあんのがやっぱドキドキするわ。今まで閉じてなかったので、今閉じるっていう。皆さん本番頑張ってください。午後4時、いよいよ会場の時間。
会場 BGM を含め延べ120曲を聴かせた Day 1の公演が無事終了。初日を無事に終えることができました。10周年ライブ本番2日目、外はあいにくの雨ですが、それでも大勢のもののふさんたちは私たちに会いに来てくれます。おはようござい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 ます。リハーサルのためにステージへ向かうとちょっぴり嬉しいことがありました。ダウンタウンももクロバンドのヘイヘイとサッチンが髪の毛をももクロカラーに染めてくれていました。愛を感じます。黒いタイプ。いやで、ブライスさんもやるでしょ。何で入れてるの。カラーショットやばい。愛がそうそうそう、ヘイヘイに本番4色ねとか言ったの。愛だね。本当に感謝感謝です。さあ身を引き締めてではなく気を引き締めてリハーサルを行いましょう。アーリン曲として生まれ変わったゴリラパンチはこの日が初披露。お客さんに意外性を煽るためアーリンだけ先に登場して数秒間無言で立ち続けるという演出がつけられました。ゴリラパンチで見事なゴリラを演じていたアーリンですが、今はなんだかお子ちゃまモード。私に甘えてきます。何なの、人形だと思ってるのかな。アーリンは気持ちそういうことするの。うん、ダメだよそれは。お友達だった。お友達そうやってやるの。エレバーション衣装から行きます。めっちゃすごい気持ちいい。今度は高木さんから何やら話があるようです。ね、聞いて、はい、まあね、青春歌ってたじゃん。一曲うちは一曲ずっとかけて口の中がすごい気持ち悪かったな。すごいなんか歌に集中できなかったね。いけないことなんだけど。でリハを青春歌い終わって口の中探してみたら長い毛が出てきた。毛が出てきた。うわーっと思って。それでは後方のビジョン右端の高木さんにご注目ください。
中を探ってますね。本番では髪の毛入らないようにね、レニちゃん。はい、2日目がやってまいりました。また昨日とは全く違うよ内容になっているのと、お客さんが昨日よりたくさん、来てくれるということで、じゃあ顔を引き締めて、はい、顔を引き締めてね、今日はでかい画面に映してもらえるので、顔を引き締めて、楽しんでいけたらいいと思います。今日で私のキメラビデオの最後になるので、それが思い出になるように頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ始めますよ。はい、10周年ライブ2日目です。皆さん頑張っていきますよ。いいですか。はい、ゲームボックスの秘密でございますが、ゲスト来てくれました。はい、早見あかりさん来てくれました。はい、ありがとうございます。さあ、それでは気合を入れたいと思います。じゃあリーダー、よろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございます。ありがとうございます。無事に10周年を迎えることができて、昨日最高のライブだったよって言ってもらいました。今もう純平さんから昨日以上のものを出せと言われたので昨日よりも、楽しく、もっと最高のライブにできるようにみんなで頑張っていきましょう。じゃあエンディングとか、初日よりはリラックスムードで本番を迎えられそうです。No, me.
この日が初お披露目となる新生ゴリラパンチで後半戦スタート。じゃあその後ジャンプアップできます。遅れてアーリー以外の3人がジャンプアップで登場。その頃、舞台裏にはこの方の姿が。愛の甘い名残に美しい人生よ。ももクロのミュージカル挑戦を発表してくださった松崎しげるさんが私たちにメッセージをくれました。いやもう10周年ね、本当にいろんなところでいろんな思い出があると思います。初めのデビューの頃はもういろんな小さいステージから何から、この小さいステージが本当に東京ドーム夢が果たせたと思います。まあそれ以上にね、いろんなスタジアムで彼女たちの姿を見ているとですね、僕もやっぱり元気が出るというか、いろんな分野でいろんなものに挑戦していくももクロ、僕も楽しみです。そしてこれをご覧の皆さんもきっと楽しみにしていると思います。ももいろクローバー Z、 おめでとう。私たちももいろクローバー Z 結成10周年の集大成ライブはこれをもって幕を閉じました。
つくことのできないまた新たな旅に荒れ果てた何か忘れてませんか？ね、そういえばさ、あ、昨日思ったんですけど、公開日記どれが持ってる？誰が持ってる？やめてもらえた！2回しか持ってない！しっかり2回じゃない？ま、10年経ってもこういうところがももクロなのかもしれません。いつまで経ってもこんな私たちですけど、どうか皆さん末永くよろしくお願いします。